どうも、うずです。今日はですね、ちょっとした動画なんですけど、iPad ネタでいこうと思います。iPad って全然画面ちっちゃくなくて、使いやすいサイズではあるんですけど、もうちょっと大きいモニターでこう見たい時とか、あとはなんかプレゼンとかでなんかこう見せたいスライドショーとかね、でそういった時に役に立つのが、ドゥーン、はい、わかるかな、アダプターね。これがね、 iPad の端子になってるやつで、これはちょっと前の iPhone4 とか iPhone4S もしくは、iPad の 2世代、第2世代かな、までの端子ね、コネクタ。はい、こっち側が HDMI 出力と、充電用のアダプター、充電しながらモニターに出力できるっていうアダプター、これ大変便利です。実際どう使うかっていうと単純ですね。まずにょにょ、これ HDMI 端子のケーブル、これを HDMI コネクタにくっつける。くっつけるね、こんだけくっつけるだけ。こっちはね、充電しながらできるんだけど、今日はちょっとつけないですよ。で、あとは iPad の端子のとこにこれね、ただつけるだけ、これだけ。そうすると、わかります ?iPad の上のとこ、ブルーのラインが入るんですよ。ほら。で、今、モニターつながってるから映った。こういうことですよ。ケーブルがあれば、そのまま HDMI 出力でモニターにつけられる。あとはね、こうやって iMovie の編集もね、新規でこう、できちゃうわけですよ。今これね、iMovie 以前作ったやつね、こういうのもできちゃうわけですよ。私が使ってるモニターね、23インチでちょっとちっちゃいので、あんまりこれで映してもそんな迫力変わんないかな。でも10インチのね、モニター 9.7 か 9.7 インチのモニターが23インチになるわけですから、まあ、全画面表示じゃないけどね、この場合まあ見やすくなりますよね。非常にね、ただこのアダプターをつけるだけでテレビやプロジェクターに、iPad の映像出力ができてしまうという、まあ、HDMI だったら音声まで一緒にねできますからね、非常におすすめです。もうだいぶ前に買ったからいくらで買ったか忘れちゃった。このコネクタはね、まだ売ってんのかな。iPad のね、このアダプターね、iPhone、iPad 用の映像出力アダプター。これね、まだ売ってますね。Apple Store で、サイトで4080円ってなってます。そんな高かったかな、これ。4080円。で、最近の iPhone 5とか、iPad の第3、第4世代、あとは iPad mini ね、で使えるライトニングコネクタの映像出力端子もちゃんと売ってますからね。こちらは、高5000円、5000円しますね。5000円しますね。結構高いね。あとはおまけ、関連商品、関連商品、自分がですね、 MacBook Pro からモニターに出力するときに使ってる、プラネックス社さんかなの、ミニディスプレイ HDMI 変換アダプターね。これもね、これはね、インターネットで1500、600円かなって買ったと思ったんですけどね。後ろにあるね、MacBook Pro から出力してこっちのモニターに映せるってやつね。配線、ケーブルぐっちゃぐちゃだからね。で、映りましたね。こういう形で、本来は MacBook Pro からこちら側の、モニターに映していつも作業してます。前なんか紹介した気もするけどね。やっぱこうアダプターってあると便利ですね。以上。今日は iPad と MacBook をモニターに出力するためのアダプターのご案内でした。では。